靴下をこのなんだっけこれくるぶしより下にしちゃダメっていうのとか、違反するとどうなるの？違反すると先生に怒られます、めっちゃ指導される校則の見直しをめぐっては、去年12月、文部科学省が生徒の髪型などを理不尽に定める、いわゆるブラック校則が全国で問題視されている状況を受け、生徒の意見を取り入れながら校則を見直すよう求めていました。これを受け、県は今年1月上旬に県立高校82校を対象に校則の見直しに関する調査を行いました。それによりますと、校則があると回答した80校のうち、見直しが必要と思われる校則があると回答した学校は59校で、73.8% に上ることが分かりました。また、今年度、校則の見直しを予定しているのは30校で、見直すかどうかも含めて検討するなどと回答した学校は50校に上りました。町の高校生が一番悩んでいるのが髪型です。いや、普通に髪伸ばしてです、注意されました。これ普通にさっぱりしてこいって。この前髪を結構短くしないといけないので、もうちょっとまあ長くしたいなって。巻いたりできたらいいなって。あ、確かに。県教育委員会は校則の見直しについて全体的に前向きな姿勢が見られたと分析していて、今後県立高校ではそれぞれ校則の見直しに関する研修会を開くことにしています。はい、まあ、ブラック校則に関しては首をかしげながら学校生活を過ごしたという方もいらっしゃるかもしれません。そして最近特に議論されているのがこちらの耳元の髪を刈り上げる2ブロックです。まあ、今や流行りの髪型となっているんですが、TUF が県内の県立高校の校則を調べたところ、現在もですね、6校で禁止となっているんです。そしてこの2ブロックの他にもですね、例えばなんですが、肌着の色は白色限定、そしてくるぶしが見える靴下は禁止、そして整髪料の使用は禁止、さらにカーディガンの着用も禁止ということで、まあ、なぜ禁止なのかと違和感を感じるような校則が未だにある学校があることがわかります。こうした中、高校ではないんですが中学校で生徒が中心となって校則を見直す取り組みを以前から行っている学校があります。それが小野町の小野中学校なんですが、以前小野中学校では靴下に関して色は白が主で、くるぶしが見えるものに関しては禁止だったんですが、去年の2月に生徒会が校則の前の画面に戻りますでしょうか。あ、戻りませんかね。はい、まあ、去年の2月にですね、生徒会が靴下に関する校則の変更を学校に提案しまして、その結果現在はくるぶしが見える靴下、さらに白色だけでなく黒や紺の色の靴下も認められました。はい、このような形ですね。でさらにですね、今年2月には全校生徒を対象に校則などに関するアンケートを実施しまして、現在もですね、生徒会が中心となって校則の見直しを議論しているということです。まあ、当然なんですが、校則は大人のためのものではなく生徒たちのものです。まあ、今もですね、その見直しの動きがあるわけなんですが、いかに生徒たちの意見を取り入れることができるかが大切だと思います。